おしまってるぞリベカクルリンメッシュ、おしまってくよ。どこでスタート、それでスタートしてOK。こいつ見た目者の一人女の子来た。お、これいい流れか、これお、いい流れじゃねえか。来たな、お前ら。プレイ、いいな、このやっぱりこういうちょっとあの放送みんなどうしようかなっていう、いや、このね、最近放送どうしようかなっていう期間は、このなんちゅうの、意外と普段そんな仲良くねえやつがちょっとつるむっていう傾向が。ちょ、待って最初同じ囲み頑張って降りてね。あーた、そこだよな。チャラーラー、なんでスーパースターがいるんだ、わら。なんか、いや、重いな、ちょっとな、重いな。確実に社長より上手い。どういうことだ、なんか重いな。どうする、どこで行くんだ、どこで、ちょ最初のやつが飛んだら行く。ちょ、受けんな、これ。飛んだら行くか。飛んだ瞬間、誰かが飛んだ瞬間行く。いつ飛ぶんだ。こいつらが飛んだら行く。ちょ、誰についていく。はい、オッケー。やぶねえ、はぐれずすんだよ。初めてのパーティーブレイク、これマジで。これマジ。これ大事だから、これ。追い立つ変わんと難しいと思うよ。いや、そんないらねえんだよ。放送第一なんだ、俺たちは。車あるな。公園があるぞ。おいいな。公園とかあるんだな。渋いな。とりあえずな。なれうな。いや、お前ら、俺と心配してんのはさ、いや、俺も結構嫌われてんじゃん。ドラクエで。こいつら、俺のこと殺さねえかな。いや、俺は殺さないよ。いや、俺は殺さないけど、こいつらちょっと面白いからして、俺のこと殺したりしねえかな。まだ殺さねえか。まだな。今殺しても面白くないかな。殺さねえよな、これ、さすがにな。ダブル。スモークグレネードだ。これな。はい、そういう仲間裏切る行為やるとバンされるの。おせってこと、お酒のないとこに詰め込んでいるんですね。仲間、ちょっと待って、これちょっとあいつらプロだな。おい、お前撃つなよ、お前。これマジでバンされるから。ちょっと待って、通報されたらバンある。いや、その通報はやめような、お前ら。マジでそういう声、俺にもくれよ、お前、なんもねえぞ、俺。武器がねえぞ。お前、撃つなよ。油断も隙もねえな。お前、撃つなよ、おい。これ、包帯な。これ、包帯。撃たれた時用な。バルで殴っちゃダメだぞ。絶対だぞ。警察ベストな。素手があるやろ。警察ベスト。いや、まだちょ、今はその段階じゃない。いや、今はその段階ではない。
大体な、ここで俺を殺すようなやつは今後、ね、今後信用ねえからな。こいつはもう、こいつは面白そうなためだよ、人を殺すっていう。でも、通報しようか。ちょ、マジでマジで。なんだ、俺出らんねえぞ。どうなってんだ、これ。これ出らんないぞ、どうなってんだ。金がないなら他の建物見る方が効率いいですよ。そうだな、ちょっと。おとり役に最適。すげえな、もう4人だろう。だこれ4人全員生き残ってる時点でもちょ、で、4日目だ、これ別に一緒に行動する必要ねえんだよな、これ。ちょ、やばくねえか、これ。そこから西にある大きな家に行くんだ。まだだ、とりあえず。そうですよ。俺もアイテムが欲しいんだよ。ちょっとアイテムねえな。いいや、もう。ばらけてアイテム集めましょう。いいや、もう。アイテム取り合戦に負けた。なんもねえ。ほら、南を目指す、南を。同じとこぐるぐる。いや、でもこれは流行るな。いや、これ流行るわ、これ。これ4人でできんだろ、これ。お、いいね。ドラクエもモンスターとこういうのやったらいいのに。モンスター城潜入みたいなのこういうのやったらいいのにな。4人ばらけようっつって。もう流行ってんだよ。いや、これは流行るよな、これはな。やべえ、これちょっと、これやっぱ放送にいいな、これ。まず、まあ、ピンを刺すとかそういうのが分かんなかった。当節多いですからね。会話しながらやるといくらでも遊べます。よし。そっち行って大丈夫ですかね、わら。大丈夫、ギリギリ。現にこればっかですよ。これが今ゲームかよな。単独行動するな、わら。放送にいいよな。放送にいい、放送にいいよ、これ。一人で行ってるとやられるよ。一人で行く、わらわら。北朝鮮核実験実施したとのことです。マジで、もう。舐めてんな。俺に続けよ、お前ら、俺に続けよ。こればっかりだけど正直面白い。爆撃。正直な。みんなも痛い目でやってるよ。お、なんか、お、なんか、なんかあるある、家が、家が、お、家があるぞ、家が。こんな当たんねえから。敵に倒れると暇になります。後ろ見て、誰かついてきてくれるか。先にやられると寂しいですよ。お前何のためにプト組んでるんだよ、わら。脱走したって言われてますよ。はい、来た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 、はい、来た来た来た。ちょ、俺、ちょ、武器がないから俺。ちょ、あそこ取り行くから俺。外人の女性がやってるよ。ちょ、マジマジ。脱走した答え言われてますよ、わら。同時接続最高の時で80万じゃなかったっけ。81万つや。リベカが小池さん離れすぎてて脱走した豚手言うてますけど。おい、俺はちゃんとあれだ、自分でちゃんと武器を手に入れてんだ俺は。そろそろ読むな。あ、来た来た来た。ちょ、大丈夫だ。よしよし、やってきた。やっと俺もアイテムが。頼むぞ。頼むぞ、頼むぞ。あれ、これ取られちゃったとか、これ。あ、あったあったあった、来た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 。来ましたね、これ。来た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 。来た、これ。やっと俺も一人、来た来た、一人前。来た来た、俺も一、これ一人前、一人前、来た。よし。中継スコープ手に入れた？よし、来た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 。一回合流しろよ。来た来た来た。よし。お、来た、5発。よし。ちょっと一回な、ちょ、ここで俺も一人前になったとこだな。足元に回復もあったやん。肉豚復活だね、ダブル久しぶり聞いたわ。ちょ、待て待て、ちょ、ちょ、俺ここで待ってていいべ。いや、奴らは、奴らは今、うん、起きて、ほらもう、俺のが先取りでいいじゃねえかよ。起きた、起きた。部屋探そう。いや、ほんとこのな、まあ、ほんとこの、この、
このメッシュさん、メッシュさん、この人はな、今日参加してくれて嬉しいけど、まあリベカとかクリリンなんかもうこれ、まあリベカとかクリリンなんか俺に撃ち殺されても文句言えねえぐらい、かつて俺のことをディスってるから。でドラクエ界ではもういがみ、どちらかというといがみ合ってる関係なんで、だからちょっと、まあ撃ち殺されても、いやでも撃ち殺すわけにいかねえから、ちょっとクリリンあたり爆撃されねえかな、お前ら。ここでクリリンあたりが爆撃されてくれると、ちょっと、もう胸がスッとするんだけどな。もう別にクリリンぐらい死んでも関係ねえからな、お前ら。カルチャーショックだって。いや、お前ら。お前に自由さ、二度と消えろ。復活はネクストサタデイ、コメントできる。おっおいクリリンお前クリリンお前ちょ、まあ、クリリンお前ふざけんなおちょお前ふざけんなリベカてめえわらわらはい貴様ありがとなこれリベカリベカおいなお仲間のやつがめん仲間のやつがおちょ今ちょおいちょっと今俺のこと殺したの誰ちょっとこいつ俺のちょっと待っておいこいつか殺したの俺のことちょっと今俺のこと殺したの誰ですかこいつうめえなまさかなちょっと今俺のこと殺したの誰ですか敵に倒されたんじゃおい俺ドクロマークになってんじゃねえかよまただよ俺死んでるぞ俺今のクリリンリベカじゃないねわらわらマジわらわらじゃあ こいつは信用できるなちょっとクリリンリベカ何これもうこんな戦いがあんのかよ何これちょっと面白いなこれちょっとこいつら多分うまいななんとなくわかるけどこいつらおーいいねおナイスおーいいねカタキ取ってくれたぞこれおいいなえリビカがカタキ取ったこいつら勝ちそうじゃねえなんかこれさ、みんな4人チームなの？これみんなが4人チームだから、これ、要するに、4人かける25組が参戦してんの。なんこれ？レベル高。みんな4人だからみんなこんな感じで固まってるよ。あ、そう。じゃあ俺みたいなのダメじゃん。やばい、やばい。じゃあ俺結構じゃあ先に死ぬってことは足引っ張るってことなんだな。めちゃめちゃ激戦区じゃねえかよ。いやちょいやこれは応援しよう。ちょこれ見て勉強しよう。一人見つけたら4人いると思え。基本4人です。基本4人よ。なるほど。オッケー。まああんま単独行動のメリットがねえよな。何これアイテムが落ちてんのこれ。おいいね。こう大体お互いが見える位置だな。お互いが見える位置でこう。いや、俺たちはスカイブとかそういう軟弱なもんやんないから。なのでスクワット鳴らすはできた方がいいですね。いや、もうそんな軟弱なことやんないでしょ。いや、そんな。いや、お前ら正直通話とかつまんねえだろ、マジな話。俺たちはゲーマーじゃねえんだよ。配信者なんだ、俺たちは。配信者がゲームやってんだから。配信の足っ張りのことやんねえの。ページダウンとかページアップで楽しく見れますよ。なぜページアップ、ページダウン？そうなの？スカイプなんかな？ビデオ電話でいいよな。本当だ。通話なしで連携取れるのが面白いんだよな。そうなんだ。ルフやったことあるのか？わら。そうなんだ。ルフさんと動きが違う。わら。ティンジ参加してる？ティンジ参加してない。ページアップ、ページダウン、ページこれか。おお、すご。おお、これがリベカ。おお、これがクリリン。これがモンスターハンター9、渋い。おー、なにこれ、すごー、なにこれ、超進んでる、これ。俺死んでもゲーム実況、これ、死んでも俺実況でいけるじゃん、これ。なにこれ、ちょ、神コンテンツ発見か、これ。え、なんでお前らこういうの教えてくんないの？なんでこんな素晴らしいコンテンツがあると。はい、来た。はい、こちら、モンスターハンター9からの。はい、こちら。はい。この時代に生きてる
てるんですか。あ、うろちょろうろちょろ。はい、これ。いや、なんかな。は楽しんでるな。いや、なんだこれ。本当。まで生き残るかギャンブルできますね。いやいやいや、そん。いや、これ渋いな、これ。ちょっと今日 PUBG 初めて見たって人。PUBG やってる時ってさ、他に、なんだこれ、他にカーソル持ってきねえんだよな。いや、このページアップ、ページダウンはいいこと聞いた。おぉ、いいね。いいな、これ3。で、残り54。これ大体どれぐらいになるのこれ。こいつら、うまいな。これさ、4人 VS4 人できないの？これ、俺たちで組んだ4人と他のやつが組んだ4人で、どっちが生き残るかギャンブルできるよ。たまたま同じところに入んな、無理なの。最近これのせいでドラクエインする時間がありません。渋。なんかみんなそうやって言ってるから。ボタンを押してたらゲーム内で声出せますよ。マジで？なんで君はもう読んでるの？いや、もうカスタムサーバー取れればできるんじゃないかな、多分。カスタムサーバー KSK が持ってんだよ。このワイヤルがヒント出てきたんだよね。社長のプブブ好きです。ナイス。いや、KSK が持ってんだよ、実は。うちの事務所のタレントがカスタムサーバー持ってんだよ。でも遭遇しないだろ。今一緒に企画しようって言ってんだよ、今。加速のとこでやるか。加速だな。ちょ、加速に今度連絡取るか。お、渋。お、二人乗りだ。一人、お、一人置いてかれてるぞ、おい。お、一人仲間だぞ、一人、こいつ置いてかれてるぞ、こいつ。置いてかれてるぞ、こいつが。リベカが置いてかれてる。リベカ煽られてる。煽られてんぞ。お、二人に煽られてんぞ。かわいそうだな、これ。ちょっとか、おい、ちょっとかわいそうだな、これ。まあまあ、まあいいか。まあ、しょうがないか。これ、お、一人になってんじゃん。めちゃめちゃ暴走してんじゃねえか。めちゃめちゃ暴、あ、これ乗る乗る。なんだかんだ仲良し。あ、こいつらちゃんとしてるわ。クリリンがバイク取って迎えに行ったんだ。お前らそんな浅はかな友情じゃねえぞ。ちゃんと考えてんだ、こいつら。大丈夫なのこれ。ちゃんと考えてるぞ、これ。なんだこれ、なんだこれ。おぉ、動き不気味だな、これ。でも車、あ、やばい、やばいぞ、やばい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 ぞ、やばい、やばい、ピンチだ、やばい、ピンチだ、やばい、やばい、敵軍が来てる、敵軍が。いや、台湾が来てる、台湾ナンバーワン来てる。やべ、やべ、やべ、台湾ナンバーワンたちが。いや、これ勝てよ、勝てよ。ちょ、これ応援しよう、応援しよう。いや、これ応援しよう、これ応援しよう。これ応援しよう。ちょ、頑張れ、お前ら。ちょ、頑張れ、頑張れ。ちょ、これ、こっち地下潜ってる。水の中結構安全。あ、クリリン地下潜ってる。あ、見て、お、やばい、やばい、やばいぞ。リベカ地下潜ってる。クリリン泳いでる、泳いでる。みんな泳いでる。この、ボート壊され、逃げてる。いや、みんな分かってんだな、これ。結構奥深えな。これあの、あれ、息継ぎとか。え、これ、これ、息切れで死亡とかある？え、これ、いや、ティンジ助けない。あるよ。息切れがある。やばいな、これ。お、いいね。これちゃんとみんなね、この画面上、この感染中ってところで名前変わるから。こいつらやるな。こいつら勝つんじゃねえ。いや、これギャンブルできるな。ちょっと待って。これギャンブルできるな。世界、いや、これ、お前らドラクエギャンブルいけるよ。マジでマジで。この4人が勝つか勝たねえかでギャンブルいけるよ。わちいな。お、来たな、これ。いや、これ変にこ、いや、変にコロシアムやれる、こっちの方がいいって。まあ、いや、俺今日初めてやったんだよ。初めてこのチーム戦っていうのやったんだ、俺。ドラクエは4人パーティーに馴染みも深いし、いいよ。暑いですね。4人でのデスマッチとかあればいいのにな。いや、ほんと。おお、見事。
お、やるな、回避したよ、こいつら。回避から残り37。まあ、当然生き残ってくるやつだな。でも、いや、多分ね、あれなんだよ。他殲滅した、他殲滅した時点で多分優勝じゃない。いや、でもこれ多分1030分ぐらいだからちょうどいいよ。スゴロクと同じぐらいだよ。これで。ただ俺だから、ある程度上手くなんねえと、ほんとふざけたことやると切れられるから、ギャンブラーに。で俺ちょっと最低限、まあ俺ちょっと平均ぐらいでいいから上手くなりてえな。もう今レベル俺15ぐらいだもんな、ドラゲーで言ったら。もうただエンゼルスライム棒やからな、こうやって見てな、人のプレイ見て。経験値3倍だから。そうなんだよ。36。15もねえの、2か。ちょっと低いな。操作覚えたから2だな。さっきあのパンチ勝負勝ってたら3だったのにな。これなんか何キル数とかそういうのでなんかランキング成績出んでしょ。あ、知ってる。いや、そうか、企画やろうって言われてんだ。お前、コメント打つ余裕あって渋いな。いや、もうそんな時間ねえよ、これやるよ。お、なんか撃たれてる。そう、KSK は日本で認可されてるカスタムマッチ権限持ってんだよ。何人とかしか持ってない権限、あいつが持ってんだよ。これ言って。いや、いいね。競技エリア制限、これまで円の外でしょ。残り生存31人。え、あ、これ投げ、え、投げんの、なんでなんで、え、投げんの、あ、陽動すんだ。これはフプスなの、一人先に読むと暇だな、笑。あ、これでよ、これで煙出して敵をおびき寄せる。これはでもあれだろ、自信があるからやんだろ。これも打ち合いになっても俺たちは勝てるっていう自信があるからああいうの投げんだろ。俺絶対投げないもん。あの、好戦的な奴らがあそこ集まるんだろ？人がいるぞっつって。俺なんか煙巻いたら逃げるもん。おい、やばい、撃たれてんぞ。俺最初初めてデビューした時、あの、操作わかんなくて。あ、そう。あ、狙撃を防ぐため、渋。よっしゃ、いや、撃たれてる。やばい、クリリンが。ちょっとここまで来たら、ちょっとクリリン、ちょっと頑張ってほしい。あの、ムカつくけど。ムカつくし、因縁あるけど、ここまで来たら。いや、ここまで来たら、クリリン、ちょっと勝ってほしい。応急キット。なるほどな。渋いな、煙幕でな。いや、俺、昔、操作方法がわかんなくて、デビュー戦の時、あれをなんか投げちゃって、うわ、敵だとか言って。超うろたえて、超ダサかったわ。いや、ここな。でも、26人だろ？こんにちは。こんにちは、ナイス、こんにちは。今日は、人気生主のリベカさんと、まあそんなに人気でもないけど生主のクリニーさんと、放送を見てくれた、モンスターハンター Q さんとね、4人で今初めて初パーティー PUBG をやってます。で、僕はすぐ死にまして今3人を応援しておりますが、このね、なんとこの PUBG、 この機能で他の3人のプレイが瞬時にこうやって切り替えられるというね、この素晴らしいこの性能があることを知り、これは実況放送ともにこれは向いてるんじゃないかと。あ、そう。あ、みんな見てるんだこれ。渋いな。いや、そのメージはそんなんいらねえよ。俺、あ、やばい、撃たれてる。やばい、クリリンが撃たれてる、やばい。あ、クリリンが、伏せる。あ、やばい、クリリンが。やばい、クリリンが。いや、これはちょっと、これは勝ってほしいから、ここでまだ死んじゃいけねえ。やばい、ちょっと、どんどんこれもう円狭いんだろうな。しかも、これ円の内側入んないんだね。毒、やっぱりこの毒ガスと白いところでこう、戦況を見てから、もうギリギリまでこう、耐えるんだね。社長の PUBG ほど茶番はなくないですか。いやいや、俺超本気でやってるから。いや、頑張れよ、これ。ちょっと暇だから歌でも歌うか。
暇だから応援歌でも歌うか。囚われた屈辱は反撃の腰だ。あらあらじ、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 20に来てる来てるぞこれ来てる来てるぞこれ来てる来てるぞ来てるぞこれおいいないやでも今日久々に PUBG やりてえなと思ってこうやって枠取ったけどちょっとこれ PUBG いい流れ来るなこれ常闇ゼロ今度なあれこいつら勝つんじゃねえこれまず勝つよお前ら応援歌必要だったらリクエストくれな俺歌は歌えるから人並みに人並み以上にだこの3人に向けて応援歌が必要だったらなちょっと怒られなそうなやつなちょっとなんか君がよとかふざけてんじゃねえかと思われるからちょっとそういうのは歌えねえけど何これじゃあなんでこれなのいや毒がうわ毒来てるやばいぞこれ毒が来てる毒がやばい毒がやばいやばい毒がちょやばいやばい毒状でこれ逃げてるやばい。カルチャーショック笑。逃げてる。エナジードリンク。なんでこんないっぱい持ってんの。でこれで走ってエナジードリンクレッドブルだこれ。あいつっくんはこつ。応援お願いします。応援かリクエストいつでも待ってますから。世界同時接続域くらいになったからね。ねすごいよね。もうまず俺 DOTA が何かわかんないもん。DOTA ってなんすか。ラルクのレアディステアディお願いします。あいつわかんねえ。レディーステリーがわかんねえ。浮かぶちょ、これちゃんと T 入れないと。浮かぶ雲のより誰もいや、これちょっと歌ってるとちょっとあれだ。ちょっとYouTube のあの、著作権に引っかかる。4小節以上歌うと引っかかるから、2小節まで歌う。調子つけよ。いや、14人で、これさ、俺勝ったことになる。いや俺勝ったことになるこれ。こいつらが勝ったら俺。残り11。いや俺勝ったことになる。この3人勝ったら。何そ、マジで。マジで。じゃどっちのジャイアン。ちょ待って、ちょお前ら、ちょ今大。いやよくないけど。よくないけどな。とんかつ。よくないけど。よくねえけど、まあ、めちゃめちゃ自慢するよ。勝ちは勝ちだからね。人脈だから。幸せのゾンボがおらちょ、落ち着け。10人来たわすげえこいつ、こいつらすげえこいつら、ちょ待って。おい、ちょ、頑張れよ、お前。アストルティア最強なんだ、お前。まあ、どんだけゲームやってると思ってんだ、お前。お前、ドラクエ勢どんだけやってると思ってんだ、ゲームを。ゲームしかねえんだ、俺たちは。出て行くカウントは調子つけやこれ。あ、11、生存11。日本代表アストリアン。もう日本代表の中でも特にゲームやってるやつだから。さあこれ11。いや、頼りになりますね、ほんと。いや、ほんとリベカさんとかね、もうほんとろくなもんじゃねえなと。ねえ、ほんとソフィーさんとツイッターで揉めてるときはろくなもんじゃねえなと思ったんですけど、今日だけはものすごい頼りになりますね。しかも、リベカは、俺が PUBG 放送やってるたびに、好意的なコメントくれるの、好意的な。で、いけるぜよ、毒ギリギリ。じゃ、イヤホンな。真面目な話、親が起きるので応援か。ちょっと、ボリューム下げよう。で、歌う前に入れるから。歌う前に行くよっていう感じの間を3秒ぐらい入れるから。おぉ、8人だよ、これ。いや、これ渋いなぁ。こいつら、こいつらこれ、いや、ちょうど教えてほしいのはね、こいつら上手いんですか、それとも運がいいんですか、これ。どっちなの。か、まあ、回避能力とかもまあ技術じゃん。でかい声出して、ドラマのミスとないの、上手い。こいつら上手いんだ、やっぱ。いや、この回避技術っていうのは、まあ、そらそうだな、一人で何人も倒せねえもんな。上手くなってる。こいつら上手くなってる。危険を
回避するのも必要だよ。うまいのもわかんねえのか。全然わかんない。全然わかんない。全然わかんない。運がいいだけじゃねえかと思っちゃう。まあ、もともとリベガなんかゲームがうまいやつっていう認識だからね。マジで、あそこで回避能力が高いわけだ。ああ、いいね。マジで。もう4人コンビぐらい組んで、もうガチプロゲーマー YouTuber やった方がいいんじゃないの。登録者数20万人ぐらいいくんじゃないの。もういいね。今何、YouTuber って結構グループ多いじゃん。ちょっと俺結構アイドル文化だと思ってて、YouTuber って。いやー、わかんねえ。YouTuber ってちょっと俺アイドルみたいなもんだと思ってて。ガチで4人ゲームが上手いアイドルいるんすか？ガチで4人。俺スカウトしようかな。いや、俺4人ぐらいちょっとスカウトしようかな。顔出しできる、トークできる、ゲーム超上手い。あいつらが参入してきちゃったことは世界取るぞみたいな。やばい。これ7人からの、おお、じゃあ、いや、これ毒来てる、毒来てる。これつうか、すげえ、もう円が、わかる。円超狭いよ。いや、円めちゃめちゃ狭いよ。え、つうか、もう7人中、7人中3人残ってる。いや、おかしいな。俺もここにいたはずなんだけどな。おかしいぞ、これ。え、これ7人で、相手4人。マハボーシャスカウトすれば、いや、これ相手4人、これ相手寄ってこないといけないから勝ったんじゃね。いや、マジ、これもうあれだ、もういいポジション取ってるんだ。かなりこれいい、もうスクリーンアウトバッチリ。これ4対3になってるのは誰のせいだろう。いや、これ相手4人なの。これ相手4ならかなり不利。マジで、うわ、俺のせいだ、完璧。いや、ここで俺がしたらおとりになってな、ここでな。そしたら意味のある死だったのにな、お前ら。まあ、ここで当然小池おとりで死ねみたいな流れになったら、俺言ったからちゃんと。いや、わかんない。でもこれ、他が4じゃなかったら有利だろ？マジで。いや、これちょっといけ、もう一人いけいけ。いやもうリベカが死んだ！リベカが死んだ、リベカが！ちょ、リベカが死んだ、リベカが！ちょ、リベカが死んだ、リベカがやばい！これ、5人やばい！リベカが死んで、しかも向こうも一人死んだ！向こう一人死んで、これやばい！ケースです！これモンスター、これうまい！この人うめえな！おい、モンスターハンター級うめえぞ！いや、これ、なんだっつうか、なんだこの狙い方！同じゲームとは思えん。で、これ、前、この人プロフェッショナルか、これ。勝ったやった、やったお前ら勝ったぞ、お前ら。よくわかんねえけど勝った。やったなんか嬉しい。俺の力じゃないよ。やったちょっと俺、ちょっとマジマジ、ちょっとちょっと、いやったか、ちょっと自慢しよう。いや、渋い。いや、こいつらすごいのが。これちょっとお前ら。いや、お前ら。いや、マジ。めっちゃ面白かった。いや、マジ、これ面白い。キルゼロ。命中。用事あるので申し訳ないですが抜けます。メッシュさん、ありがとうございました。いやー、メッシュさん、いやー、メッシュさん、面白かったですね、これ。いや、おもろいなぁ。なんちゅうか、いや、お前ら。いやーし、なんで今5人いたのにさ、急に決まったの？一気に殺したの？毒ガスか？いや、でもなぁ、いいや、チームだから。いや、ちょっと面白かったな。2人ダウンしてた。こんなんでいいのか？笑。いや、これじゃダメだよ。活躍してよ。